室戸岬灯台の第一等レンズ第一等灯台は、第一等レンズを使用した灯台で、日本では現在5箇所しかない。灯台で使用しているレンズには、一番大きい1等から順に6等までと、6等より小さい灯外という等級があり、レンズの焦点距離の長さによって格付けされたもので、日本の中、大型灯台で使用されている灯台レンズの大きさを表す。 一番大きなレンズを使用している灯台が第一等灯台と呼ばれている。日本で最初の第一等灯台は野島崎灯台であった。野島崎灯台ではフランス製の第一等フレネル式不動レンズを使用していたが、現在では第二等フレネル式先行レンズに変わっている。また、1874年5月1日に発点灯した午前崎台では、 初めて回転式の第一等フレネル式先行レンズが使用されたが、太平洋戦争で破損し、現在は第三等大型フレネル式先行レンズに変わっている。現役で使われている中で最古のものは、山口県下関市角島に存在する角島灯台の第一等フレネル式先行レンズであり、角島灯台は近代解散に登録されている。 上に述べたことからわかる通り、当初はもっぱら外国製のレンズが採用されている。初めて国産の第一等レンズが取り付けられたのは沖ノ島東大である。このレンズは2007年まで使用されたが、現在では LBM30 型陶器に変わっている。ありがとうございます。